では次のテーマに行きます。1日のスケジュールを教えてください。私は、朝方の人間なので朝早く来て午前中に重要な仕事を終わらせたいのでだいたい8時過ぎには会社に来てます。で午前中にその経理の方が絡むことだったりそのお金だったりちょっと発注書っていうのを部署で作るんですけどそういう頭を使う仕事を午前中に全部行ってでお昼は12時から1時まで同期とお昼食べてます。ご飯一緒に仲良し。ここからは今は検品に行ったり外に外出する予定とかが多いのでここからは出かけることが最近多いです。で定時5時半で帰れる日は帰るって感じですね。以上です。素晴らしい。お手本です。帰ってからは帰ってからあそこもちょっとだけ私はお風呂に絶対浸かるって決めてるので一番最初にお風呂洗います。帰ったらお風呂洗います。一旦ほんまにお風呂洗ってでお風呂沸いてる間に全部こう洗濯物入れたりご飯何するかなって考えたりを YouTube 流しながら、まあ、現代の若者らしく、うん、SNS 巡回しながらお風呂沸くまで待ってお風呂沸いたらお風呂入ってで寝るのが好きなので何も予定なかったらすぐ寝ます。で9時とかに寝てるもんな。そう昨日9時に寝ましたので、ね、今日のコンディションのために誰がおばあちゃんですか。違いますよ。クマがあったらダメかなと思ったんですよ撮影の時に。ちょっとなるほどコンディション整えて。そうなんです。なんかダメな社員みたいになったら嫌なんで顔色悪いとかちゃんと9時に寝ました昨日は。素晴らしい。金曜日とかはよく飲みに出かけてます。ご飯食べに行ったりとかそんな感じですかね。僕は、まあ、とっても朝が弱いので、まあ、島田までは行かないですけど8時15分とか20分ぐらいに出社して、まあ、とりあえず8時半から開始なので、まあ、そこまでちょっとのんびりしてでそこから、まあ、僕1日のスケジュールが決まってるってわけじゃないですけど基本的に業務内容がそのウェブの今僕商品ページを基本的に作っているので、まあ、その商品のどういうページにするかっていうデザインを、まあ、イラストレーターで考えて、まあ、それをうまいこと配置していってその後に、まあ、実際にコーディングをしてやっていく。それを、まあ、1日朝にこれするとかないんですけどそれをルーティーンか毎日やっていてあとは、まあ、間々に分析で、まあ、どのサイトどのページが、まあ、見られているかっていうのを最近ちょっと見始めているっていう状態ですね。なので、まあ、この時間にこれをするっていうとかはないですけどで大体僕はまだ忙しくないっていう状態なので5時半定時に帰らせていただいているっていう状態ですね。僕も大体8時15分ぐらいに出社してでそこからめったに来ないメールとかまだ全然その打ち合わせとかも全然やってないんで、まあ、その辺とかを確認してで8時半始業してから僕も午前中とかに頭使う業務を終わらせるようにはしてます。で昼休憩なんですけど30分寝てでそこからちゃんと午後目シャキッとして午後からは、まあ、登録とかそういった作業系の業務とかを今多めにやらせていただいてるんでそういった業務を、まあ、なんか やって僕もまだ忙しくないんで5時半とかにお先に失礼しますって言って帰ってます。帰ってからは帰ってからはそうですよちょっと来ましたね、まあ、1時間片道1時間ぐらいかかるんで、まあ、帰って大体、まあ、6時半とか7時ぐらいとかになるんでそこからちょっとあの犬の散歩やったりとか健康的とか行ってそうたまになんか、まあ、友達とゲームとかしたりとかしてますね。5年目の北川さんはそうですね。なんかまあもう5年もやってるとなんか毎日同じ時間に勝手に目覚めるんですよまず7時半ぐらいに目覚めて10分ぐらいで僕準備するんですけど早いですねプロだいたい8時10分ぐらいに社内に来て打刻してでメール開いてで何来てるかなっていうのを見るんですけどでそこからは基本的に一応僕らの経理業務っていうのは日次業務で回すやつと月次業務で回すやつと四半期業務で回すやつと年次業務で回すっていう4種類基本的にあるんですよ。いろいろ混ざってる状態なんでその日によってやる業務は違うんですけどその4つを自分でスケジュール引いてこの日までに終わらすっていうのを目標立ててやっていくっていうのが基本的なスケジュールかなってなってますね。
残業とかはありますか？5年目になると。ええ、あります。爽やか。まあでも僕はかなり少ない方だと思ってて、だいたい20から30月なので1日1時間から2時間ないぐらい、7時ぐらいに帰るよみたいな、うん、感じかな。その残業の多い少ないがまだちょっと感覚的に新卒なんで分かんないんですけど、あのこの感覚でなってしまってるけど、なんかもしかしたらみんなからしたら多いって思うかもしれんけどなるほど、うん、へ、森さんどうですか？私もだいたい朝は8時10分ぐらいに会社ついてるようにして、でそこからメールチェックをして、で私の場合 SNS 担当なので SNS に来た問い合わせの対応をしていて、まあ、それは日によるんですけど、あの時間がかかるものもあればすぐに終わるものもあったりして、でその後は SNS の投稿作りをしています。でそれを作り終えたら大体お昼ぐらい でお昼ご飯食べて、私もちょっと寝て、あの午後に備えて準備してでお昼からはそのウェブマガジンの執筆をしたり、あとは随時来た問い合わせ、社内の問い合わせに対応したりしてるので、結構日によって業務の順番はごちゃごちゃに入れ替わりますね。高翔って SNS って何やってるの？高翔の SNS は今一番力入れてるのがインスタグラムで、あとは Facebook と Pinterest で、あと最近 TikTok も始めて、こう若い世代の人にも外交とかお庭の良さが伝わるように今頑張っているところです。 LINE もあるよな。 LINE もあります、うん、毎週配信してます。インスタはちゃんと見てるんですけど、私もこれを機に TikTok をちょっとインストールしようかとまだされてないですか TikTok？ してない。 TikTok たまに見てますけどねたまに高翔のやつもたまに見てますけど。 ありがとうございます。次のテーマに行きます。仕事は楽しいですか？どんなところが面白いですか？あの僕はやりたいことを本当にやらせていただいてるっていう感じなので、本当にやりたかった 3D パースの制作だったりとか、あとはその外交プランニングっていう、その家の周りの外交を自由に設計できるような感じのものを、まあ、ちょくちょくあの知識をつけながらあの作らせていただいてるんですけど、やっぱりその自由に作る、今まで学生とかだったら予算とかそういったものを考えずに作品を作り上げてたのが、社会人になっていろいろ予算とか、あと構造の問題とか、そういったなんかいろいろ考えるべき点が増えてきて、なんか知識がどんどん日に日に増えていくのがやっぱ楽しくなってきてるっていう感じはしますね。僕は、まあ、正直言うたら楽しいところもあるけど楽しくないところもあるみたいな感じで、まあ、さっき僕は商品ページをたくさん作っているって言ったと思うんですけど、まあ、何回も作っていることになんかそれが業務化されて、最初作った頃はなんか新しいことしてるから楽しいになってくるけど、それがどんどん業務化何回もしてたら、まあ、その慣れてくる飽きてくるじゃないですけど、まあ、そんな形でまあ、ずっと同じことしてるなっていう風になっていくんで、でもやっぱ新しいこともなんか違うこともやっぱ仕事としてもらったりしてるんで、まあ、そういう時は楽しいなっていう形ですね、まあ、基本的にでも僕はしたい仕事、僕がやりたいなって思ってた仕事をやらせていただいているので、まあ自分の中では面白いって形ですね、はい。私は今とても楽しいですけどとても大変だなってこう同じぐらいの量で楽しいと大変が来てるんで、ちょっとよく分からなくはなってるんですけど、楽しいといえば楽しいです。そうですね、私も基本仕事は楽しいなと思ってて、やっぱり SNS の仕事となるとこうユーザーさんの反応が直で見れる、インスタとかだといいねで反応が多かったり、あの DM で高翔さんの製品これ欲しいですって投稿見てこれ欲しくなりましたとか言ってもらえることが多いので、やっぱりすごくやりがいのある仕事だなとは思います。まあ高翔って B2B のこの仕事もある中で直接 C のお客さんと関われるっていうのはすごい貴重な経験をさせてもらってるなと思います。
反応が直に見れるのいいな。いいですね。アクセス数とか、ね、いいねとか。やっぱりその投稿一つでもキャッチコピー変えるだけで反応が変わったりするので。あ、やっぱ違うんや。全然違いますね。そういう人の心理をついたところを指す傾向ですか。そうですね、割と心理学も大事だなと思っててこの仕事。なんかそういうのを追求していくと面白い。では次、成長を感じた瞬間は。どうですか。まだ成長中なので入ったばっかりですね。あの、理解できてなかったことが理解できるようになるっていうのは、うんうん、一番成長してるなって実感できるし、仕事やってて一番嬉しいことかな、うん、個人的に。あとはまあ、この内容の質問聞いたらこの人に聞いたらいいっていうのを分かるようになったりとか。うん、それ大事ですね、うん、森さんはどうですかね。私こう実感としてまだ正直あんまりこう成長してるなっていう、そんなことない気持ちになったことはないです。そんなことない。ただ今こうやって座談会で喋ってて、まあ、こんだけテーマ喋ってきましたけど、なんかまあ今喋ったことってこれまでの経験とかの積み重ねだと思うんで、なんかここで喋れてることが、あ、今成長したんだなっていうふうに今実感湧いてます。なんかめっちゃいいこと言った。いいことじゃないです。3人は入って半年で感じるところはありますか。僕はでもシンプルに一つ商品ページとかなんかサイトとかページを作った時に、まあ一つちゃんと作れて、それを何個も何個もって言って時間短縮っていう考えたら、まあそこは成長できたんかな。まだまだですけどって感じですけど、そんな感じですね。そこは思いますね。すごい。私はエクセルでよく使う数式を、あの、見ずに、サイトとか見ずに、もう打ち込めるようになった時がやったったでって思いました。よしよしよしってなって、エクセルはスキルアップしたなって感じます。入社して辛かったことを教えてください。つい最近までやっぱコロナの規制とかがあれだったじゃないですか、厳しかったじゃないですか。そういった時に、あの、やっぱ入ってコミュニケーション取りたいけどそういう機会がなかった、それがちょっと辛かったですね。ただ僕はほんまに朝が辛いのに早起きがしんどいって感じですね。そこだけです。社会人の原則で朝がしんどい、でもそれだけですね。業務面は別に辛いなと思ったことはあんまりないですね。私は入った時は電話対応がめちゃくちゃ嫌で、あもうなんか新人の仕事みたいになってるもんな。やっぱりもう私の世代とかになると普段こう電話じゃなくて LINE とかもチャットがメインで過ごしてきてたので、電話対応すごく緊張して、それをストレスに感じてましたね。ただまあそこはやっぱり慣れてくるもんかなとは思ってて、あと先輩のこう電話対応とかを盗み聞きして、あ、この時はこうやって答えるんやなっていうのを学んで、ちょっとずつ克服していきましたね。